はい、どうもこんにちは。寒いですね。乾杯、今来る前なんですけど寒いです。ってことでね、ちょっと今撮影してる時にはね、そろそろ大寒波が来るということで、結構ねマイナス5度とか6度とか、まあそういう日もあるっていうことで、もう本当に寒い。しかも電気代がなぜか高くなっているということでですね、その辺のね対策じゃないですけど、ちょっと面白いやつがあったので、そちらを紹介したいなと思います。というわけで、あったか製品です。では行きましょう。はい、で今回紹介するのがこちらですね。三幸さんのこたむきですね。一人用のこたつで、まあ、結構小スペースだし、出力もね 80W かなっていうところで、結構省電力、一人暮らし用の方にも使えると思いますし、まあ、今だったらね、あの仕事用でちょっと寒いよってけど、エアコンで部屋一つ丸々温めるのもなんかなっていう人には結構いいんじゃないかなと思います。で、省電力っていうこともあるんで、車中泊にもね結構使えるんじゃないのかなということで買ってみました。前ちっちゃいヒーター紹介したんですけど、ヒーターはねどうしてもちっちゃくても低くて 300W とかやっぱ出ちゃうんで、効率がいいのはこたつですねっていうことで、まだちょっとこれ見てないんで、ちょっと開いてどんなやつかっていうのはね確認できたらなと思います。じゃあ開けてきます。はい、こんな感じ。中に入ってたのが土台と天板、ブランケット、リモコンに取扱説明書ですね。こんだけですね。シンプルなこたつかなっていうところです。はい、でまずブランケットですね。はい、こんな感じになっててですね、 150cm×126cm となってます。はい、グレーと白って感じですね。まあ、白が内側かなきっと。素材もすごいモコモコしててあったかいですね。すごいふわふわしてます。で中の方には電熱線みたいなのが通ってて、こたつっていうとやっぱ土台の方にあのヒーターがくっついてて、それで温めるみたいな感じなんですけど、これはねこの毛布の方を温めるみたいです。なのでこちらですね、差し込み口がありますという感じです。しかもこちらですね、洗えます。ネットに入れて洗う感じになるんですけど、まあ、これ洗えるということで、シーズンが終わってから洗っていただいて、また次のシーズンね気持ちよく使えるようになってます。はい、で天板ですね。これは 31cm×57cm です。よいしょ。で片側は白いウッド調で、でこっちはなんか木の色って感じで、厚さは 1.5cm ですね。まあ揃い用としてはいい感じですね。次土台ですね。 57cm×31cm になってます。でこれのいいところは折りたたみになってて、おい、まあ、こんな感じでね足がね収納されてるんですよ。おい、という感じで立てれます。さらによいしょ、ここのところですね、よいしょ、こんな感じで足も伸ばせるし畳めるしという感じで、結構ねあの自由度は高くなってます。でこの上でパソコンで作業したりとか、あとタブレットで動画見たりとか、まあそういうのに役立ちそうなのがここですね。こう回してもらえればここが緩むんですよね。でもう片方もあるので、まあ、こういう風に角度変えれます。よいしょ。で角度に関してはこの向きの傾きだけなんですけど、0度から30度ですね変えれます。で、素材自体重いもの使ってないんで、めちゃくちゃ軽いです。これなんかもう指一本で持ち上げれますって感じです。一応本体が 2.25kg なんで、多分この天板を合わせた時の重さかなとは思うんですけど、はい、まあ、あのすごい軽いです。はい、でちょっと今リモコンの説明をしようと思ったんですけど、見えるかな、エラーが出ちゃうんですよね。線がつながってないみたいなエラーなんですけど、そんなわけない。ちょっと初期不良があるみたいなんで修理します。ちょっとサポートに連絡します。はい、じゃあまたあの日付を開けて、そんな感じで一度サポートにお出しします。お願いします。というわけでね、あそこから日付が経ちまして、はい、福井もね大雪となりました。除雪した雪がですね身長ぐらいまで行ってます。というわけでね、交換になりました。初期不良はねどんな製品にでもあるもんなんでね、多分初期不良っぽいですっつってね送ったらね、保証期間内であれば戻してくれるんで、1週間ぐらいで確か返送されてきたと思うんで、スムーズにやっていただきましてありがとうございます。では改めまして、電源入れて緑色よかった。これで電源ボタンを押すと設定ができますという感じですね。タイマーは30分、1時間、1時間半、2時間、この4種類あります。基本はもうタイマー全部オンですかね。で温度は38、42、45、48、4種類かなございますという感じです。はい、であとは電源ボタンって感じですね。すごくシンプルです。
で出力の出方なんですけど、今38度で 76W ですね出てます。これを上げていても、うん、特に変わらないので、基本的には温度の強弱に関してはこっちのオンオフでうまいこと調整してる感じですね。48度に達したら止めて、まあ、そのぐらいの温度をまあ保持するみたいな感じなんでしょうね。なのでこれ多分ね、実際ここ11時間って今出てるんですけど、オフの時間とかも含めるともっと使えるんじゃないのかなと思います。今日はね、雪は降ってないんですけど雨です。しかも寒い、もう濡れるんでね、寒いです。あ、すごい、この状態でもうあったかいわ。こんな感じですかね。しっかり入りきってますね。あの4辺囲まれており、膝はですねめっちゃあったかい。これ素材がねやっぱ良くて、電熱つけなくてもすごいあったかい素材でできてて、裏面はこのボアのふっかふかで、表面はフリースとなっております。保温性バッチリです。で素材も軽いんで、こたつなんですけど機動性が抜群ということで、あのちょいちょい移動する人とかはすごいいいかなって思います。まあ、一応こたつっていうこともあるんで、肘置いてもね別にそんなに、大丈夫かなとは思います。こんな感じですね。ちょっと取り付け位置修正しました。若干縦長めなんですよ。足の方側をね少し生地を出して、こっち側すごく短くという感じでやってます。そうすると足伸ばせてすっぽり入りますよねっていう、そういうフォーメーションになります。まあ、別に足伸ばさなくてもいいんですけど、はい。で多分この縫い目のあたりにね電線っぽいのがあるんで、そこら辺を中心にねあったかくなりますという感じです。結構ねあったかいですよ。でホームページの方も見たんですけど、こっちはね多分リバーシブルっぽいですね。はい、その雰囲気に合うようにしていただければと思います。まあこっちの方がこたつっぽいかな。はい、でまあパソコンとかもね、よいしょ、置いていただければ、ここがねストッパーみたいになってるんで、落ちちゃいけないものはねここら辺に引っ掛けてもらえれば大丈夫ですという感じです。なんかタブレットとかで映画鑑賞もできるし、まあこのまま仕事もできるのかなって感じですね。まあ一応ねすごい軽量化されているので、がっちりって感じじゃないですね。雑に動かせば雑に動くというところはありますけど、そこまで繊細な作業を伴わないのであれば問題ないかなっていう感じです。まあ正面から見るとこんな感じですね。こんな風に仕事パチパチもできるって感じで、なかなかいいんじゃないでしょうか。でまあこのサイズ感であれば、右にマウスパッド置いて作業もできるし、左側にもねまだ若干のスペースはあるんで、まっすぐにしていただけたらこっち側にまあドリンクもいけるんじゃないかなって思います。ただ全体がねこうぐらつきやすいんで、飲み物とか置く際は気をつけてくださいという感じですね。ぐらつきはするんですけど、壊れるとかそういう感じではないんでね、問題ないかなって思います。で一応寝転がれるか確認。こんな感じですね。お腹ぐらいまで、ほっ、はい。まあ別視点から見るとこんな感じですね。ここに足がありまして、まあお腹が隠れるかなって感じですね。うん、まあ普通のこたつとはまた違うんでね、まあ、これぐらいがいいんじゃないでしょうかねっていう感じです。でこたつ内部はこんな感じですかね。よいしょ、よいしょ。はい、まあ、こんな感じで、まあまあギリギリ包み込めてるかなって感じですね。横がタイトな感じなんで、ちょっと縦横のサイズが違ったりするんでね、そこは適宜カスタマイズしてもらえればなと思います。けどね、あのあったかいっすわ。何があったかいって、この生地が一番あったかいんですけどね。結構いい生地使ってるんですかね。めっちゃあったかい。そこに加えてこの電熱線があるんで、寒い時でもあったけえっていう感じですね。という感じでね、こたつなんでね、そんないろんな機能はないので、こんぐらいにしようかなと思います。使ってて感じた、まあいいところとか悪いところとか、まあこんな人にいいんじゃないかなっていうのをお伝えします。まずいいところですね。まあいいところとしては、すごい軽くて持ち運びがしやすいですね。でまた最後にお見せしますけど、収納がねものすごい場所取らないですね。こたつって結構大きいんで、物がヒーターの部分とかも結構場所食うしとかで、収納場所困りますよね。傾きはね小スペースに収めれるんで、まあそういった心配もありませんという感じです。でまあ一人用なんで、この展開時でもそんなに場所取らないんで、車中泊でもね結構使えそうかなって思います。で電熱のところはねそれなりにあったかいんですけど、何よりこの生地のふかふか具合がねすげえあったケース、これをね電熱掛け布団としても使えるかなっていうところで、そういった使い道もありそうです。まああとは見た目上もすごいおしゃれな感じでございまして、まあいろんな部屋のねインテリアというかデザインにもマッチするんじゃないでしょうかという感じです。
で、ここからはデメリットというか、まあ要確認ポイントですね、いきます。まずですね、見た目とかその外見のところはいいんですけど、ものすごい軽量にしているので、材質がねすごいプラスチックだったりとか行くとこまで行ってます。まあそういう商品設計なんでそういうもんなんでしょうけど、中身を見ると結構安っぽく見えるし、ちょっとこの作りもね軽量を求めるがゆえに、仕組み上のちょっと安っぽさみたいなものが出るのはあれですね。まあ隠しときゃいいんですけどね。でまあ軽いので足引っ掛けたりするとね、その上にジュースとかなんか飲み物があるとバッシャー行くんかなっていうところがあるんで、気をつけてくださいというところですね。でまあこたつなので、普通はねこの天板の方にヒーターがついているんですけど、良くも悪くもさっき言った通り布団の方に電熱線の方が来てたりするんで、まあ、この上を取り替えるとかっていうのができないんで、こっちがなんか本体っていう感じですね。その勢いでいくと価格がですね 14,800円となっております。結構ねその一人用ですごいちっちゃいんですけど、まあその分ねいろんなものが凝縮されてるってのもあって、そんなに気軽な値段ではないのかなと思います。あとはですね、タイマーのところがですね設定が2時間までしかないんで、もう少し長い時間あってもいいのかなとは思うんですけど、まあそこはねいろんなその安全性もあるし、その商品の方向性とかもあったりするんでっていうところですね。車中泊で使おうと思うと2時間だとすぐ切れちゃうねって感じですね。まあ、この布団がいいので、まあ、どこまでそこを耐えきれるかっていうところではあります。まあそんなところでしょうかね。で 80W である程度の温度まで行くとまた止まったりっていう仕様なので、省エネにも貢献できるのかなと思います。やっぱりねヒーターとか使ったりすると、少なくてもやっぱ 300W、600W だし、普通に使おうと思うとやっぱ 1000W ぐらい行っちゃったりするんでね、電気代もね全然違ってくるわけですよね。はいってなってくるんで、ファミリーで使うにはあれかもしれないんですけど、まあ一人で使う用としては全然ありかなと思いますし、タイマーはありつつも、まあそういうアウトドアとか、まあ、車中泊とかキャンプですよね。まあそういう時に暖を取るっていうところで、まあこれは一つありかなと思います。今一通りお伝えしたんで、最後収納ですね。収納もねやっぱ簡単です。はい、まあこれで OK ですね。ものすごいねコンパクトっすね。でこれをそのままポンとタンスの端っこに入れとけば OK という感じですね。で上のこの布団の方もケーブル外しとけば、ちゃんと洗えるので、シーズンが終わったらね清潔な状態にしてまた保管できるという感じで、なかなかいいなと思いました。という感じでね、今回はこれぐらいにしようかなと思います。参考さんのこたむきでございました。ちょっと途中ね初期不良で、まあ、商品交換とかあったんですけど、まあ、そこの対応もね結構スムーズいきましたし、まあ、そこも含めてね、まあ、良かったなというところです。まあ、本当はねカンパ来る前にちょっと皆さんにお知らせしたかったんですけど、はい、けどまあ寒さもねまだもうちょっと続きそうなんで、ぜひこれからね、皆さんもなかなか電気代高くて大変だと思うんですけど、省電力のものを無理せず使っていくというのも一つかなと思います。商品のリンクはね概要欄載せておきます。参考さんの方がね今さっき見た感じでは在庫切れだったんですけど、他のショップでは売ってたりもするんでね、まあちょっと気になる人はねいろいろ探してみてください。はい、まあ春先まではね結構使えそうかなと思うんで、イベントとかもね使えたら使おうかなと思います。というわけで今回は以上でございます。じゃあまた。